こんにちは、ヤマンゲロです。初めて群幕チャリキャンプに挑戦してみました。キャンプ場へ向かう途中、荷物の取り付けが緩く何度もずり落ちたり、後方だけに荷物を取り付けたことでバランスが悪く走行しづらかったりと反省点が多々ありました。今回の動画では持って行った道具を実際に使用しながらご紹介させていただきたいと思います。きついですね。到着しました。荷物を下ろします。よっこらちょっと、最初はこのゴム1本でしたが、途中でこのゴム2本買い足しました。チェコ軍防水ショルダーバッグから食材を取り出していきます。耐久性耐水性に優れております。荷物を全て出し並べました。こちらが全貌でございます。アメリカ軍レインポンチョ、今回初めて使います。こいつをタープとして設営していきます。うひゃぎ実際に着るとこのような感じになります。暑いですね。ポンチョの四隅にはハトメがついております。ここへロープを結び、後方の木へロープを結んでいきます。風通しを良くするため少し高い位置で結んでおります。あの木からポンチョの角へ、そして反対も同じように結んでおります。ポンチョは広げると長方形です。前方に立てるポールを2本長さを揃えてカットします。綺麗にカットできました。前方も同じくハトメにロープを結びます。ポールへくる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 、ポンチョがピンと張る方向へロープを張りペグダウンする。軽量化するためハンマーは持ってきておりません。転がっている木や石などを使うといいと思います。反対も全く同じように貼っていきます。今日は天気が晴れだったので1枚でやっております。完成でございます。あのポンチョがこのようなタープになるとは思いもしませんでしたね。真ん中のフードの部分ですが、雨の日は右の写真のように垂れさせると良いと思います。適当に処理したら僕のイボジのようになってしまいましたね。あー可愛い。インナーを貼っていきます。これはスームルームですが現在取り扱いしておりません。リクサダっていうブランドが似たようなの出してるので載せておきます。とにかく軽量化したい方にとってはこの蚊帳は最高だと思います。 252g、 長い方が 200cm で短い方が 65cm です。で、頭の方は高さが 60cm になります。タープとインナー貼り終えたのでキャンプ道具を目の前に持ってきます。ズル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 、こいつはバックパックを雨から守ってくれるカバーです。いろんな柄とサイズがあるのですが、僕はイギリス軍バックパックに合うものを選びました。これで雨が降っても大丈夫です。知らんけど。クライミットスリーピングパッド、アールチ 4.4 4シーズン使えます。 540g、 コンパクトに収納でき寝心地も良く、傾斜のある場所でも体がずれるのを防いでいます。空気を入れるときはこいつを左へ回して手前へ引っ張ります。そしてパンパンに膨らんだのでインナーへ入れていきます。よいしょ、あ倒れた。あの頭側にポールを立ててたんですけど倒れたので、もう一度立てて高さを出します。よっしゃ。枕ですね。以前使ってたデレピコの枕は最高って言ってたんですけど、7回ぐらい使ったらいきなり壊れてしまいました。前のと見た目はほぼ一緒なんですけど、ハイケンチャーっていうブランドの枕を購入してみました。デレピコ枕との違いはこの空気を入れるところにあります。ボタンのようなものがついていて、押した時だけ空気が漏れるようになっています。パンパンに膨らますことができます。フィー、インナーへ入れます。お次はフォーモンスターキャンピングブランケット、 450g、 サイズは L と XL がありまして、こちらは L サイズです。ファスナーを開け、中身をすべて取り出していく。そしてくるっとひっくり返すとこのような状態になります。最後はファスナーを閉めます。ピュー、はい完成。インナーの中へ入れていきます。はい、寝床完成。完璧でございます。チャリこいでベトベトになりました。こちらのキャンプ場はシャワーがあるということなので、タオルや着替えなどを持ってきております。パンティーですね。こちらは超重要、ホームセンターで買った革手袋です。熱いものを持っても火傷しにくいです。モザンビークアウトドアマット、このように超コンパクトに収納できます。縦横41cm28cm、 厚み 0.9cm70g でございます。僕はこのように折りたたんで厚み 1.8cm の状態で使用します。じゃあ実際に座ってみます。よっこらしょ。あーいいですね。クリーマーで購入した迷彩巾着袋にはコーヒー豆を入れております。模様が可愛い C&CPH のシェラカップケースに入っているのは
レトキの醜さです。度数高めの酒を入れてチビチビ飲むとハッピーです。セリアステンレス食器プレート、サイズは3種類あり、一番小さいものを刺身食う時の醤油皿として使用しております。バウンドレスボヤージュのチタンシェラカップ、チタンの特徴について調べてみました。丈夫で錆びにくく汚れがつきにくい素材、外部の温度を伝えにくいので保温性保冷性に優れています。金属アレルギーを起こしにくい素材として医療器具にも使用されるほど人体に優しいという特徴もあります。アルミやステンレスに比べると金属臭を気にせず飲めます。デメリット、国内 JIS 規格の純チタンには4種グレードがあり、安物チタンに不純物が多く混ざっていたり、オイルが塗られていることもあるので臭いと感じる場合がある。対処法、激落ちくんでこする、重曹やクエン酸に漬け込む、すると改善する場合があります。ほったらかしにすると黒ずみ、茶渋のような跡が残る。対処法、激落ちくんでこする、すると新品のような輝きを取り戻すそうです。二重構造のダブルタイプというものがありまして、これを直火にかけるのはご法度とされております。万が一気づかずに直火にかけ、内部の空気がパンパンに膨張したその時、大爆発を起こし帰らぬ人となる可能性がありますので十分にご注意くださいませ。ジョーカーのナイフ、エンバー F オリーブウッドです。 152g スペイン製、フルタングの頑丈な作りでブッシュクラフトに最適、バトニングも可能、食材を切ったりにも使えます。バウンドレスボヤージュチタンの皿、取り皿として使っておりますが、あるとすごく便利です。イーグルプロダクツケトル 240g、 水は 700ml 入ります。焚き火にぶち込んで使っているのでそこが真っ黒ですね。底面は銅、それ以外はステンレスです。銅は金属の中でも優れた熱伝導率を誇り、ステンレスの約25倍もの熱伝導率があるそうです。個人的にはこの形大好きです。スウェーデン軍水筒、中を洗浄して使用しております。重さ約 300g、 水は約 700ml 入るそうです。この部分をバッグなどに取り付けます。お洋服脱がしちゃおっかな。エッチですね。ハイマウントロールペーパーバッグ、約 70g、 ペーパーを入れるときはこの黒い側のチャックをウィーン、ガチャウィンガチャウィンと開けます。芯を抜いたペーパーを入れます。で、反対の穴からティッシュの芯を抜いた中央の部分の紙を出して使います。切り株が可愛くて購入しました。ワットノット防水バッグ、このようにコンパクトになります。10リットルと30リットルがありまして、こちらは10リットルです。広げます。使用用途は様々で、濡らしたくないものを入れたり、濡れた衣類を入れたり、中に水を入れ、使用後すぐに水につけたい調理器具や食器を入れたりできます。底面はこうなっております。アルメンクラ調味料入れ、9本入るものもありますが、こちらは4本です。9と4、苦しんで死ねということでしょうか。液体を入れるボトルが2つ、粉系を入れるボトルが2つです。粉系の方はコルクが蓋になっておりまして、閉めるときはギューッと入れないと外れてしまいます。液体を入れるボトルの方は蓋を開けるとこのような薄い蓋がついていますので、漏れる心配はありません。横にすると大丈夫ですが、このように縦に吊るした場合、ボトルがずり落ちてすっぽ抜ける可能性があります。内側にポケットがありますが、狭すぎてほぼ入れられません。閉めるときはギューッと引っ張ってボタンを強くガッとやらないと止まりません。変なのがついてきたのですぐに取り外しました。サイズと見た目が好きで使っております。ファイヤーボックスケース、本体とは別売りです。ファイヤーボックス焚き火台、ステンレス 907g。 このスティックを2本抜いて、こいつをバカッと外す。本体をバカッと開いていく。そして内側のこいつを下へずらし、先ほどバカッと外したこいつですね、これを下に取り付けていきます。灰受けとなります。そして最初に外した2本のスティックを取り付けて完成。かっこええですね。スイス軍フォールディングキャンドルランタン、このようにコンパクトに収まります。それでは組み立てていきましょう。上側と下側を開き、ペロ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 っと広げる。サイドを固定していく。このように閉じてパコッとはめる。カブを締め、この金具をずらし固定する。
反対の上部側を締め同じくスライドし固定する。完成。見ていきましょうかね。サイドからどこから見てもろうそくの炎が見えますね。上はこんな感じ、そこはこんな感じ。ろうそくを入れていきます。中央部へ持っていき、そこのとこをパカッと開き固定する。火をつけていきます。ファイヤー。日も暮れてきました。これから楽しい宴が始まります。山善 LED ランタン 310g、 早8時間、ロー80時間、充電時間5、6時間、明るさ50から1300ルーメンを4段階で切り替えられます。1回押すと50ルーメン、2回押すと割と明るくてキャンプでは十分です。3回目、そして4回目が1300ルーメン、5回目で点滅します。ここを開けてみましょう。右側のここへ差し込んで充電します。左の方は USB 差し込んで携帯へ充電したりもできます。ここをビタッと閉じた状態で川へ落としたことがありました。10秒以内に拾い上げましたが問題なく普通に使えております。アスベル保冷バッグ1段です。昼飯に買ったとびっこ食べ損ねていました。右にギュッと寄っておりますね。一つだけ食べます。パクプチ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 、うめえ。イスカコンパクトクーラーバッグミニ、値段はアスベルの倍しますが作りも倍以上しっかりしていると思います。本日の晩飯、惣菜、半額になった肉、牛すじ煮込み入れております。 SK11 のノコギリ S120M 140g、 軽量コンパクトに収納できるのでバックパックキャンプなどに最適です。先ほどこいつでポールを切りました。ギーコギーコいいですよ。トゥー強化のモバイルバッテリー 48,000mAh って書いてますが測定していないので分かりませんが 5,000mAh もなさそうな感じでした。こいつで iPhone を充電していましたがすぐに壊れてしまいました。 810g と重ためなのでバックパックキャンプには向かなそうです。バッテリー系は買ってみないといいか悪いかわからないので評価やコメントなどをしっかり見て参考にした方が良さそうですね。これは買って損したやつでした。ファットウッド、松の木から取れたものです。天然の油分を 80% 含んでいる着火剤、鰹節のように少し削り着火します。雨や結露で濡れても使用可能です。歯磨きセット、歯ブラシ忘れた、最悪や。ナイフを使い木をフェザースティックにします。先ほどのファットウッドを少し削りメタルマッチで火をつける。しぼいいですね。焚き火の面白さは火を育てることとも言われます。小さな炎からゆっくりと大きな炎に育てる感動は何者にも変えがたいのでございます。小枝を次々と出していきます。ぴょんぴょん。 GRF 皮膚希望62センチまで伸びます。 Amazon ではファイヤースターターとセットでしか売ってないようです。火が安定したので焚き火台へ移します。この移動中に火が消えやすいので要注意です。たまに熱ってなりますがこの革手袋は火バサミの代わりにもなります。可愛い炎が立派に育ちましたね。炭を取り出していきます。ポイ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 、よいしょ。透過スルーポーン、外ポップアップソロテーブル 350g、 ご覧のように一瞬で組み立ちます。軽いしサイズもソロキャンでは十分です。ポンドオリジナルとウロコデザインのコラボカッティングボード、角は丁寧に処理されています。厚みサイズちょうどいいです。お寿司を置いていく。小皿に醤油を入れます。変な意味ではなくとびっこいただきます。ちょんちょんちょん。パク、お散歩したいですね。変な意味ではなくサーモン、ピンクなサーモンいただきます。ちょんちょん。パク、やべえ、いく。引きで見るとこのようになっております。いい雰囲気ですね。グランドシートは遊びとマルチシート、オリーブを使っております。炭火で焼く焼き鳥、格別です。ドイツ軍が使用した S ビットコンパクトコンロを風防兼ごとくに、鍛冶屋のトンチンカン、ポケットストーブ用アルコールバーナーに火をつけます。その上に鍛冶屋のトンチンカン磨き鉄板 Z139D を乗せ肉を焼く。ジュージューという音に食欲棒太郎がかきたてられます。スパイスをまんべんなく振っていただきます。大量の肉やでかい肉は焼くことができませんが、ちびちび飲みながらつまむには最適な鉄板だと思います。醜さにウイスキーを注ぐ。いただきます。美味しそうですね。ごくごく。
ふと足元を見るとキノコが生えていました。くそ、負けたかな。コーヒーをしばきたいと思います。ケトルに水をブラーッ蓋をしてファイヤースティックをセット、火にかける。チタンマニアコーヒーフィルター 40g です。コーヒー豆を入れていく。沸騰しました。お湯を注いでいきます。ジョロロ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 ロ、ズボズボ、ビュービュービュー、ズボドビドビドビュー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 、ズボズボ。フィルターを取り外し、牛乳をたっぷりと入れていく。これを飲んだら安らかに眠ります。おやすみ。おはようございます。武田コーポレーション工具入れミニアンモ缶ですね。 1.6 号キロこいつに炭を入れました。おまけキャンプ場紹介。ノースバレー福岡県太宰府市。2021年にできた新しいキャンプ場です。ぐるっと見てみましょう。こちらが受付です。薪なども販売しております。予約方法、電話のみ。午前10時から。チェックイン13時、チェックアウト翌12時。設営サイト、芝生サイト9サイト、砂利サイト1サイト。芝生サイト、砂利サイトは電源付きで広いサイトになります。サイトの中央にピザ窯、車乗り入れ横付け可能、乗用車、キャンピングカー、バイク。林間サイト6サイト、ペット同伴可能。設備、炊事場、お湯が出る。トイレ、ウォシュレットで男女2つずつ、中と外。シャワー、男女2つずつ、脱衣所から個室になります。ドライヤーあり。その他、ゴミ捨て有料で引き取り、焚き火可能。販売、薪、カップラーメン、ホワイトガソリンなど。料金、平日サイト代4000円プラス施設料1人300円、土日サイト代7000円プラス施設料1人300円。料金など詳細を変更する可能性がありますので、電話にてお問い合わせください。ぐるっと回ると、自販機、炊事場、トイレ、シャワーがある建物があります。綺麗ですね。後方にサイトがあります。右手が砂利サイト、それ以外は芝生サイト。中央には大きなピザ窯があり、宿泊者が多い日には管理人さんが火をつけてくれ、ピザを焼くことができます。林間サイト、茂の森6区画。右手に車を止め、荷物を下ろします。1つ目、2つ目、少し下りまして、右手に3つ目、少し狭いですかね。で、左手を向くと4つ目、広いですね。ここでやりました。さらに下りまして、右手を向くと5つ目、いい雰囲気ですね。そして一番下に一番広い6つ目のスペースがあります。大人数でグルキャンできますね。こちらはシャワーでございます。ベトベトになったのでお借りしました。中を覗いてみましょう。電気カチャガッチャン。綺麗ですね。ボディーソープとシャンプーがあります。すごく清潔ですね。いいです。ガッチャン閉めてシャワー室から出るとこのようになっています。電気ガチャ。この右手が入り口ですね。ここから入ります。入るとこのように見えます。この左の扉から出てきました。で、左手が洗面台です。で、後ろ見ると同じように洗面台があります。右手には扉がありますね。開けてみましょう。ウェーン。綺麗なトイレがありますね。すごい。パチン。もう一つのシャワー室も見てみましょう。ああ、一緒ですね。全く。ドライヤーここにあります。頭が乾いていないので乾かしてみます。電撃稲妻熱風。電撃ベロベロ乾いた。じゃあ出ます。電気がわっとついて、炊事場があります。お湯が出ます。清潔、いいですね。ここから夜空を見上げると、パンチラならぬ月チラ、文字が書いてる扉がシャワールームです。右が男性、左が女性。英語わからんつって女性の方に入るのはやめてくださいね。こちらはトイレでございます。大と小2人同時にできます。すごいですね。お邪魔しました。ガチャン。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。